LG G Flex 2のカメラの設定を見てみたいと思います。全般的に非常にね、シンプルにできております。まずここね、 SD カードに記録するか内部に記録するかっていうのを切り替えることができます。で、これがグリッド表示ね。こういうふうにグリッド表示を切り替えることができますと。これがタイマーだね。3秒か10秒に設定できます。で、チーズシャッター。これはですね、チーズかスマイルかウイスキー、キムチ、LG、どれか言うとシャッターを切るよと。チーズ。いくね。それで、ここで画素数の設定ができます。画像が3メガ、9メガ、ワイド10メガ、13メガということになっておりますね。この4種類しかないっていうのはどういうことなんでしょうね。まあ、LG 全般にそうなんだけどさ、本当にシンプルなんですよ。もうちょっとな、解像度低い画素数も選択できるようにしてほしいな。動画はスローモーションだね。120fps 出るっていう話なのかな。HD とフル HD と 4K だと。ね、この4種類。これもなぁ、少なすぎるよね。で、これ 30fps でしょ、きっと。ね。だから 60fps も選べないしさ、カメラの能力的にさ、60fps 出ないってことはないと思うんですよ。このフル HD とか HD でね。あえてそれをできなくしちゃっていると思われるので、なんかもったいねえなーっていう気がすんだけどね。はい、じゃあ次。HDR。オンかオフかオートかっていう風に選択できます。これ普段はオートにしっぱなしで構わないと思うんだけどね。はい、次、モード。デュアルっていうのはこういう風にフロントとバックのカメラ、これを同時に映すというモードですね。はい。で、次、パノラマ。これはまあパノラマですわな。で、次にオート。これが通常のモードですね。この3つだけ。はい。で、次これ、バックかフロントかっつのを切り替えると。で、これフラッシュね。オンかオートか禁止かと。で、ここを押すとここの表示を消すことができますと。たったこれだけの設定しかないんですよ。ちなみにこれ、こっち普段自分が愛用している LG の G3 ってやつなんですけど、やっぱりね、同様にね、非常にシンプルにできてるんですよね。ね、ここもさ、ね、同じでしょ。モードも、こっちはね、マジックフォーカスあるけどね、まあ基本的に非常にシンプルにできてるんですよ。こういう風に LG は使用頻度の低い機能はもうあえて省略してしまうというスタンスなんでしょうね。にしてもちょっと行き過ぎかなっていう気はするんだけどさ、個人的にはもうちょっと選択肢を多くしてほしいなっていうのはちょっとあるんだけど、この辺は考え方の違いだね。